世の中には見た目が女っぽければ女装もいけるという人がいます。そこでお聞きしたいのですが、同性愛に対しての拒否感が強い人は外見よりもその人が男性として生まれたという事実に対して拒否感を持っているんでしょうか。ひろゆきさんの試験聞かせてください。汚れという概念があるんですよ。本当に清潔か不潔かではなく、なんかその汚いものに触ったものは汚れてしまったみたいな。なのでその科学とか事実ではなくて、こういうものは嫌であるっていう思い込みの概念を持ってる人っていうのがいて、でそのじゃあ男の肌に触るのは汚れであるとかって考える人がいるんですよ。でこれって宗教なんですよ。ただその宗教っていろんななんか謎のルールがあるじゃないですか。そうなんか十字架ってなんか単にそのプラスの形をした鉄の棒を粗末に扱ってはならないとか、あと日本だとなんかお墓っていう名前の石があったりとか、その裏になんか木の棒とかあるんですけど、なんかあの木の棒を折ったりとか石とか蹴ったりするのはダメだよねみたいな。でも所詮ただの石じゃんみたいな、所詮ただの木の棒じゃんみたいな風になるのが科学的な知識だったり科学的な考え方なんですけど、でも割とそれをその宗教的な考えだったり汚れだったりっていうので、これは良くないよね、石蹴っちゃいけないよねとかって考える人もいるんですよ。なので考え方の問題なんで、そういう人はそういう人です。はい。